なんだこいつ。どうぞ。てめえその町、ここかい。あんたが探していた雀荘は。とぼけんのもいい加減に。まあまあ、ついてきな。案内するよ。おい。ん？だいぶ街中から外れたぜ。本当にこっちなんだろうな。そのうち着くさ。こいつ、いつの間にか売人の匂いがしてやがる。この男一体何を考えてる。敵か味方か。ほら、着いたぜ。ここが天界。とてもじゃねえがプロ雀士の本拠地には見えねえ。いや、それどころか、これじゃただの錆びれた雀荘じゃねえかよ。ここは一元さんお断りだよ。痛い目見ねえうちにとっとと帰りな。なんだここ。おい、人の話聞いてんのかよ、お前。いいんだよ、この人は。俺が連れてきたんだ。どうも。誰なんすか、そのガキ。あれ、なんだお前、この人知らねえのか。この人はな、新宿一の売人坊谷哲さんだぞ。この男、わざと負けたのもここに連れてきたのも俺が誰か知ってて。てめえ。俺か。俺は剣。この辺りじゃ野上の土佐剣で通ってる。こいつがプロ雀士のリーダー、野上の土佐剣。なあ、うめえ話があるんだが、俺と組まねえか。なあ、どうだ。俺にワイシャツを着てネクタイを締める仕事は似合わねえ。中学中退だからな。へえ、おめえ学歴高いな。俺は尋常小学校中退だ。まあ、見るだけ見てってくれよ。間違いねえ、この男売人だ。ここだ。そうか、ここは合法的に育てた鴨から絞り取るための非合法の賭場ってわけか。ここには銭をいくらでも出せる鴨しか連れてこねえ。どうだ、一緒にやるよ。おい、おめえなぜ麻雀をぶってるんだ。誰かを倒したいためか、誰かに勝ちたいためか、あるいは金のためか。おめえなら違う、坊谷哲なら違うはずだ。おめえは麻雀を通して自分が生きている証となる何かを得たかったんじゃねえのか。俺が麻雀を通して得たかったのは力だ。焼け野原だった上野にあの町を作ったのはこの俺だ。俺の力だ。いずれ東京一帯は俺のもんになる。いや、俺たちが組めば日本制覇だって夢じゃねえぞ。名張の半分はおめえにくれてやる。どうだ、手を貸してくれねえか。てめえの麻雀には嘘があった。何？てめえさっきわざと負けた。おお、あれか。あれはただの挨拶代わりさ。ふざけんなよ。今度は本気でもう一度勝負しろ。いや、だっておめえにはかなわねえよ。やめとくよ。いずれまた武闘や坊や。俺たちの力とこいつが欲しい力とは違う。新宿は渡さねえ。わけえな。いいんですか、頭、あのまま返しちゃって。ここで勝負しても頭なら勝てたでしょうに。奴は強えぞ。え？あんな化け物相手に勝つにはどんだけ月を使うか見当もつかねえ。なんせ奴はあの坊州の弟子だからな。
衆の。だが奴を沈めねえ限り塾は俺の島にはならねえ。野上のチンピラ止まりだ。奴らを呼べ。野上四天王。あのジャンキたちを。こいつは面白い博打になるやつで。博打じゃねえぜ。じゃビジネス。それでもねえ。こいつは戦争だ。